テレビをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉わらびから YKJ が全世界向けてお送りしている音楽番組ボイスのお時間です。よろしくお願いします。ドラムコーラスの周吾です。はい、ボーカル&ギターの和子康です。前回のですね、はい、放送でもお知らせしたんですけれども、わらび市内のですね、開催予定のイベントとかが、新型コロナウイルスの影響で中止になって、延期になったりしますので、こちら詳しくはわらび市のホームページでご確認ください。はい。それから、これ全然別で、3月は番組編成の都合で、YKJ のこのボイスの、はい、放送時間が夜だけ30分早くなってますので、いつも仕事終わって帰ってきてテレビつけたらやってんだよねっていうのが終わってる可能性がありますから、あと録画がねずれちゃうとか、あとはですね、前回の放送の時にちらっと話が出た、はい、花見関連のちょっと話を今回はですね番組の中で詰めてやろうということになってますので、緊急会議、そんな YKJ がお届けするボイス第87回スタートです。はい、はい、ということでスタートしました、はい、ボイス第87回ですけれども、ひょんなことから持ち上がった、毎年ボイスでは忘年会スペシャルという、今年は経費削減、言うなよ皆まで言うな毎年ね忘年会スペシャルと言って、わらび市内の飲み屋に行って、そこでこう、お酒を飲みながら1年間を振り返るというですね、そういうのをやってるんですけども、去年から今年にかけてですね、僕らのワンマンライブのタイミングやイベントの主催ライブのタイミングと、それから新年早々のスタジオライブの都合で、なかったんですよ、でも僕が放送2回につき1回ぐらい必ず忘年会スペシャルどうなってんだっていうしつこく言い続けたんですね。花見っていうのが出てきました。この放送が17日から3月の23日なので、もう多分咲いてるんですよね、今年は。本当ですか？早いっていう予想なので、だからその間かその先、この後ぐらいですかね、ちょうど、に、花見をしながら年度を振り返ればいいんじゃないか。これ3月の中じゃない、3月中じゃないともう散っちゃうんですか？そう、そうね、わらびが。あ、本当ですか？天気次第だと思いますけど、だから3月末ぐらいにどこがいいですかね、市民公園ですかね、桜をバックにやって、ね、歌えたらそれは楽しいな。楽しい楽しい。もしかすると天気の都合でここになるでもそうだよね、例えばやりますよって抑えた日があって、雨降ったら、マックスバリューで傘買ってやればいいじゃないですかあるいは市民公園の小屋の下とかでね、あれですよ、あれ乗ったところですよ、ロープウェイで乗ったりして、またロープウェイ乗って、ボイスってアルコールさえ入れば何でもありですから、ということでそのあたりも楽しみにしていただければと思います。思います。はい、ということで、安地の元の告知コーナーです、7月25日土曜日、わらび駅東口にありますイタリア食堂ペスカーラで安地の元ソロワンマンライブですね、第8回目が開催されます。この日はですね、安地生誕月間祭りということで、ちょっと料理がですねヤバくなるみたいです。何、イチゴが乗ってんの？これから打ち合わせするんですけど、ろうそくがいつもは選べる料理なんですけど、ちょっともうなんかこう選べなくなる、1種類にしてそれをちょっとスペシャルにするのも面白いかもしれないですねっていうのを今度打ち合わせしていきます。よろしくお願いしますそして、4月の3日誕生日迎えます。ありがとうございます。大丈夫です、今のところなんで今告知コーナーなんですよ、大事なことを言うコーナーで、大事なこと言ってる。安地のその4月の3日が誕生日とかそういうどうでもいい情報は今言うとこじゃない。それちょっと気をつけてくれる。ボイスそういう敷居の低い番組じゃないから。そこはちゃんとして。お送り物の宛先はこちらですみたいなこと言いたかったなと思って。宛先はこちらです。
もし何かありましたら、ボイスやすじ誕生日プレゼント集合宛てとなんてやねん、送っていただいて、僕は一回チェックして、ああそのものを、そう何か何かあったらまずいんで一旦僕チェックします。そうね、そうね、で何かあったらちょっとあの伏せてね、ということになりますので、何卒そのあたりの、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上告知コーナーでした。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間です。あっという間、ちょっとよくわかんないけどこれ打ち合わせしてないんだよね、どうしたらいいんだろう、本当にわかんないけど、エンディングのお時間ですね、はい、まあ、あの花見スペシャルが、次回、うん、放送されるのか否か、うん、まあ、天気次第ということもありますけど、この後ね、ちょっと番組がね、再来週、もうその翌週かな、パッて始まった時に、うん、この背景の可能性をあれここに小さ な, なんか桜の木かなんかを枝かなんかこう置いてあってみたいな可能性もゼロじゃないんですけれども、僕の、ターザンロープから桜アップからのビャンってグワーボーイスみたいな可能性も、が、高いということで、そのあたりこうドキドキしながら過ごしていただければと思います。はい、あとはですね、大事なお知らせ、あのオープニングでもありましたけれども、はい、ボイスは番組編成の都合で、夜の放送が30分早まってますよ。3月はどうね、そう、うん、それから、安地の元が、うん、ありますので、ぜひそちら遊びに来てくださいということと、はい、安地の誕生日を忘れてください。なんで、ということでですね、また、こう3月は3回放送ですからね、あ31日からまたありますから、すごい、ぜひ楽しみに、また再来週お会いしましょう。はい。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ、限りなく青い空に心震わせ、自由をかけるといいよ、振り返ることもせず勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、懐かしい友の声ふっと蘇る、意味もないいさかいに泣いたあの時、心通った嬉しさに泣き合った日よ、みんな好きだけれど思い出強く抱いて、勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、今別れの時飛び立とう、飛び立とう、未来信じて若い力信じて、この広い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 青空に、今別れの時飛び立とう飛び立とう、未来信じて弾む若い力信じて、この広いこの広い、 Oh, oh.
り。ララ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 ラ。